エスコット AT4 を装備したクオンの運転席エスコットワードトラックスが製造するトランスミッションの商標である EG セーフカントレルドトランスミッションの略であり運転者の変速操作を簡略化したセミオートマチックトランスミッションであるエスコット2のシフトレバークラッチとギアセレクターはアクチュエータを介して動作するシフトレバーは中立状態から前 右へと倒す操作のみで、クラッチは操作しなくても、シフトレバーの操作に応じて、自動的に動作する。ただし、s スコット V6 以外のバリエーションでは前進と後退を切り替える際や発進停止時に、クラッチ操作が必要である。シフトレバーを前へ動かすと、シフトアップ後に動かすと、シフトダウンで右に倒すとニュートラルになる。右 右に倒したまま前に動かすと、ニュートラルから不要意に変速操作が行われないように、シフトレバーを固定する。右に倒した後に後に動かすと、リバースとなる。7速と12速の2種類で、12速仕様のシフトノブには、スプリッタースイッチが備えられ、これにより自動変速時の8段と12段の切り替えが行える。エスコット、アイ。 エスコット21995年に登場した。変速操作は手動で走行中の変速時のみクラッチが自動化されており、発進停止時にはクラッチ操作が必要である。I はスペースウィングの三軸車に採用され、2はビッグサムに採用された。エスコット31997年に登場した。変速操作も自動的に行うモードを持つが、 発進・停止時には、クラッチ操作が必要である。エスコット、AT42003 年に登場した。自動的に変速を行うモードで発進。停止時のクラッチ操作が不要となった。全身と後退を切り替える際には、クラッチ操作が必要、である。6速範囲で走行中に排気ブレーキをかけると、自動的に6速ローにシフトダウンする。 オートシフトダウンを装備している。クオンには、自動発進時のギアを二速に変更可能なライトウェイトスイッチが設けられた。また、2007年の一部改良の際、積載量が少ない時には、シフトアップのタイミングが早い設定に切り替えて、少年 P 運転を支援するクイックライトウェイトシフトスイッチが組み込まれた。エスコットプラス12003年に登場した。 エスコット2と同様に手動変速のみであるが8段変速モードへの切り替えスイッチが設けられた。エスコット V 親会社であるボルボの大型トラック FH-FM シリーズに採用された iShift をベースに開発され2010年に登場した。発進・停止の際もクラッチ操作が不要となりクラッチペダルが廃止された。加工場や 射精走行中にエンジンブレーキを遮断することにより燃料消費を抑えるエスコットロールが新たに装備された ED モードには経済効率を高めたエコノミー ED モードが追加されたエスコット62代メクオンの登場に合わせ2017年に登場したシフトレバーがゲート式からボルボアイシフト同様のストレート式に変更され マニュアルモードもシフトノブ右側面のボタンでの操作に改められた。ありがとうございます。